はいどうも、なにわのグランドムーバー、ヒロケイヤで。今日はですね、SA 関西人京也がグラウンドムーブを教えてくれということだったんで、初心者でもできる踊れるグラウンドムーブ、レクチャーしていくやねんで、ってことでやっていきましょう。で今日は、前回っていうもう遥か昔なんですけど、遅くなっちゃってるんですけど、この動画を出すのが、こういう内容を教えますよってやつを一回出してるんで、それよかったらチェックしてから戻ってきてください。で、そこで教えてるのがグランドムーブ、こうビートに合わせて動けるグランドムーブを6個やってるんですけど、今日は一つずつやり方を丁寧に説明していきたいと思います。全部拍に合わせて1、2、3、4、5、6、7、8でハマるようになってるので、一個ずつ、1の時何したらいいのかな、2の時何したらいいのかなっていうのを押さえていくと、音にはめる時に頭が混乱しないのでやりやすいです。じゃあ一つ目。1、2、3、4。めっちゃ簡単じゃないですか。で、もう一回。1、2、今度は左。3、4。左右対称になるので、かなり覚えやすいと思います。で、ちなみに全部得意な方の足しか使ってません。1、ボールの上に足を置きます。2、2でボールを引きながら膝でキャッチ。そしたら、3で足を前に出して、4で戻す。これだけ。めちゃくちゃ楽ですよね。このムーブだけでも、これ、BGM 入ってるかな?すごい、気持ちいいです。あー気持ちいい。1と2はボールをコントロールすることに集中するので、割とこうやることがあって、逆にやりやすいと思うんですけど、3、4、ボール触ってない分ちょっと体どうやって動かしたらええねんって思う人が多いと思うんですけど、基本リラックスしてください。もうダラーンとリラックス、もう体振ったら手もブエーンって振っちゃうぐらいリラックスしてやりましょう。ガチガチに固まってやると音にも乗りづらいし、なんか不格好になりやすいんで、体やり方わかんないって人はとりあえずはリラックスして、で僕が気をつけてるのはこの後こっちのつま先を内股になるように大体してます。なんか狙いがない限りはまっすぐ出したり外側に出したり、まあ、外側はちょっとかっこいい可能性あるんですけど、基本的にこう内股で前に出しておくとシルエットがかっこよくなりがちです。なんでちょっと足の出し方とかシルエットよくわかんねえって人は一回つま先こうやって内股になるようにしてみましょう。うん。でもう一つ、こっから出した時に体ごとこっち行っちゃうと、体ごと足の方に行っちゃうとちょっとこれも不格好になりやすいので、あ、もちろんこれでかっこよくもできるとは思うんですけど、やりやすさっていうか、まあ最初とっつきやすいのは基本的に軸足の方に体重残しといて内股になっとけばある程度かっこよくなりやすいです。うん。なんで、注意点は2つ、内股になりましょう、あと軸足の方に体重残しておきましょうっていうと風にすると、やりやすいです。で上半身はリラックスね、リラックス。はい、次2番目、こっからここ、こっからここ、ここまで一緒です。でこの次1、2、3、4、5、6、この時にふくらはぎの横でボールを止めます。5、6で7そのまま出して8で戻ってくる。1、2、3、4、5、6、7、8 1、2、3、4、5、6、7、8。もうなんならこっち行って、もう一回こっち行って、でもう一回こっち行ってとかバラバラにすると新しい発見があったりして楽しいです。ほい、2番目のグラウンドムーブはここのアウトサイドで止める動作が、含まれてきます。でこの時の注意点が、やりやすいやり方、ここからボールにできるだけ体重を乗せない、ちょっと触って止めるぐらいがすごいやりやすいです。体重の割合としてはこっちの軸足9割で前のかぶせた方の足1割ぐらいの体重の乗せ方でやると結構やりやすいです。
なんで体重を乗せるとやりづらいかっていうと、こう体重乗せて一回やってみてください。そしたら分かると思うんですけど、ボールがだってずれる、ちょっとずれるんですよ、これ。ちょっとこれでコントロールできてなくて、次の踏み込みがちょっと行きづらくなっちゃうとかってことがあるんですね。で、さらにこうしっかり乗せた状態のボールを前に出すと、もちろんボールついてきちゃいますってなると、次の動き入るときに体重が乗ってると、あ、そっち行くのね、入りづらくなるので、体重乗せないで、もうほんと添えるだけ、チョンチョンって添えるだけ、うん、で、多少ずれてもこっちの足あんま動かしてなかったら、ずれたとしてもたかが知れてるので、すぐに修正がしやすいですね。さっきの1個目のやつ、思いっきり足出しちゃってもらって大丈夫なんですよ。もうボール常にここなんで、体思いっきり動かしましょう。で、2番目のこの技もそうなんですけど、この技は実はこの後半のここ、この時に出せる幅、足の幅がちょっと狭くなります、位置に比べて。こうそのまま出すのに比べて、こっちクロスしてるんで、どうしても同じ足の長さだと前に出すのが難しくなります。なので、できるだけ最初、ここの最初の1、2、3、4を後の5、6、7、8で出したここの幅に合わせてあげてください。そしたら、ちょっとこう見栄えが均等になっていいと思います。こっちだけ、例えばね、これを両方ともマックスで伸ばしたとしたら、1、2、3、4、5、6、7、8、まあこれはこれで違いを出したいときはいいと思うんですけど、まっすぐでこう均等に見せようと思ったら、こっちに合わせてこの1、2、3、4、最初のとこを同じ距離に開いてあげると、ちょっとだけ見栄えが良くなります。さあ、こっからがちょっとだけ難しくなります。3つ目が、一回やりますね。1、2、3、4、5、6、7、8です。うん、ちょっとね、早くなるとこがあるんで、しっかり場所を覚えていきましょう。じゃあ、一個ずつおさらいしていきます。1、足の上に、ボールの上に足を置きます。2、膝で止める。ここまでは今までのやつと一緒です。で、こっからがちょっと難しい。3、4。これで90度回って正面で始めてたら、真横に向いてたら理想です。で、2回繰り返して、18を2回繰り返すと、正面に戻ってくるようなやり方をすると割と使いやすいです。で、3から難しいですって声が多かったので、3からやりやすくやるコツを説明します。1、2、ここまで一緒ね。で、3、足を置いたらこのまま横に動かすんですけど、動かし方がいくらでも割とあります。こっからつま先で行ってもいいし、どうやってやったらいいかな、つま先以外なくね、失敗の仕方の想像力が足りてないんですけど、やりやすいやり方だけとりあえず覚えてください。やりやすいやり方は、こっから足をまっすぐ置いたら、こっからボール、足からボールを離さずにそのままずらす、ゴリって、うん、これが最も失敗しづらいやり方かと思います。これね、これね、これね。ボールがずっと足にくっついてる状態ならコントロールしやすいので、これでやりましょう。真上から、真上に乗せた状態からインサイド、こうやってちょっとだけずらす。3円の時ね、円の時にインサイドにずらすだけ。で、ここで、上手い人はやっても大丈夫なんですけど、初心者の人は、ここから距離出そうと思って遠くにやると、うん、俺上手いからできたな。俺上手いからできたやで。うん。じゃなくて、初心者だとこの、間に合わなくてこう、取れなくなっちゃったりするんで、最初は、ボールから足離さない。で、やることをお勧めします。で、3&4で、ボールが行った方に体を向け。で、回ってるから体早く動かさなきゃと思って、このやりながらやると、失敗のリスクが増えちゃうので、1、2、3、円まではまっすぐ正面。で、4で体を戻す。いいですか？うん。で、3でインサイドに来てると思うので、このままボールからまた足を離さずに、足の裏に戻します。インサイドから足の裏。で、これをやりながら半分向くっていう形になります。
それではワンポイントアドバイス、ちょっと工夫したい人のために、ワン、ツー、スリー、and フォー、この動きをそのままやると、さっきもボールから足離すなってこのなにわのフリースタイラーが言ってたっつって、離すなでやってくれるとちょっと距離がちっちゃくなっちゃいます。どうしてもこっからインサイドにずらすだけだと距離がかなり短くなっちゃうから、これをごまかしましょう。うまいことごまかしていきます。どうやってごまかすのかっていうと、この時体まっすぐですよね。でずらすとここ斜めになるじゃないですか。足が体のまっすぐに対して足斜めになるんで、この斜めに合うように体を倒します。こっち側にね、反対側に、ね、でここが一直線になるようにしてあげると、ちょっとこれだけでもだいぶ距離が出てるような感じがします。ワン、ツー、スリー、エン、フォーですると、しかもこう体も動かせてるんで、音に合わせた時にさらに気持ちよくなるので、これは結構おすすめです。慣れてきたら、この角度に合わせて体も倒してやってみてください。はい、お次、次は4つ目がちょっとこうしなやかなあの動きになるんですけど、ここまではバッコンバッコン動いてもらって大丈夫です。 1,2,3 はバコバコ動いてもらって大丈夫なんで、動いてもらって4つ目、これ1,2,3,4,5,6,7,8 です。フリースタイラーで僕の動画をたくさん見てくれてる人は、この前東京事変じゃないや、この前椎名林檎さんの、長く短いな祭り、長く短い祭りで、使った振りの一部です。椎名林檎さんってライブの時めっちゃ盛り上がる曲なのに、こうしなやかに歌うじゃないですか。あれがめっちゃかっこいいんで、音はめちゃくちゃ熱いけど、こっちはそんなにガンガン乗ってませんよ。しなやかしなやか、シャランダシャランダって感じを表現したくて使いました。なので、この曲多分こちっとあえて抑えめで撮ったらかっこいいんじゃないかなって時とかに使うのをおすすめします。でやり方説明していきたいと思います。これはね、レクチャー見てからやった方が絶対にやりやすいです。なぜかというと、使う足が実は限定されてます。こっからスタートして、ワン、右足のインサイドでクロス、ここですね、ここに持っていきます。でこっから右足は、ワン、ツー、スリー、フォー、4までずっと右足、こっちまで行くまで全部右足です。いきますね。今左足やないかいと思った人は、最初だけ逆足なんで、左足、右足インサイドで前まで来たらキャッチ、そしてずらして V の字、これ全部右足です。コントロールしてるのがね、ここからスタートして、1、2、3、4、全部右足です。左利きの人は左でやってください。ワン、ツー、スリー、フォーです。最初がちょこっとだけ難しいかなって気がするんですけど、ボールを軸足のアウトサイド側にちょっと引きます。軽くね、本当に軽く、これはもうしなやかな感じを出したいので、できるだけ軽く、あ、これも強すぎですね、今のは強すぎです。もうこんなもん、ん、ちょっと強いな、ほんとちょっとでいいです、こんなんでいいです。でこれをインサイドの右足で下がる、で前まで来たらキャッチで V の字です。でこれを繰り返します、繰り返します、これを繰り返します、ん、これを繰り返しますよし、今度は右からスタートしてるので、こっちまで行くまで全部左足です。引いたら左足のインサイドで前に出す、そしたら前まで持ってきてキャッチで、あと V の字、ちょっとつなげてやってみます。1,2,3,4,5,6,7,8 お分かりいただけましたでしょうか。ほいほい。でこれもやり方にコツがあります。さっきの、向こうまで行くまで同じ足、右足、こっちからこっちまで行くとき左足同じ足でやるっていうことを頭に入れてもらって、さらにここのちょっと難しかったとこ、ここの部分ですね、最初の前半戦、ここさえ終わっちゃえばあともう V するだけなんで、引いて出すだけなので、ここだけちょっとやりやすい方法を紹介します。左足で引いてインサイド持ってきて、さらに前から持ってくるんですけど、体硬い人、僕みたいに体がもうガチガチ硬い人はこの動きだけでも結構股関節あたりきついと思うんですよ。なんで、ここ引いたら足をある程度のところまでクロスします。インサイドこれちょっとクロスしてあげて、で体ごと
この状態からずらすとめっちゃやりやすくなります。ここから引いたと同時に体ごとずらしてあげて、インサイド前まで行って V、 こっちもずらしてあげて V ってするとめっちゃ楽です。しかもさらにこの状態でやった方がちょっと難しさは出ると思うんですけど、しなやかさが出づらいんですよ。がしかし体ごとこうやって最初に回すことによってさらにこうしなやかな感じ出ません？これ出てない？どう？前回の動画で投資でやってるんですけど、最初の3つがパコパコ動くで、4つ目と5つ目は割とこうゆったりしたしなやかな感じを出したかったので、できるだけしなやかに、あんまりバタバタしないようにやることをおすすめします。もう下の階の人に足音が聞こえないようにやるので、これ家で練習する人にかなりおすすめですね。はい、ということでしなやか2つ目、トータルで言ったら5つ目のグランドムーブが、これです。ボールをちょっと体の遠くにセットして、体の真横でちょっとだけ遠いかな、足 1.5 足分ぐらい、 1.5 足分ぐらいのところにボールをセットします。これを、ボールと遠い方の足、ボールと遠い方の足を後ろから持ってきて、つま先で引っ掛けてこっち側に、軸足側にシュッで引き寄せます。で、同じように、ボール離して逆から持っていって、つま先で引っ掛けて引き寄せる。これが、5つ目のグラウンドムーブです。カウントでやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイトです。で、今回は実は音がなんとなくこの4と5で固まるよりか、3と7でこうなんかパンみたいな高い感じの音が確か来てたと思うんで、なんとなく3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7の方がハマるなと思ったんで、今回の前に出した動画に関しては、ちょっとずらしてるんですけど、あえてその辺もアレンジしてもらっていいので、その時たまたま流れてる曲に合わせて一番気持ちいいタイミングでこうシュッシュッってしてみてください。おい、で、この技の、ポイント、多分一回やってみたら人はわかると思うんですけど、ここまでは簡単なんですよ。もうボール止まってる状態なので反対まで持ってきていけるなと思ったら引きつける。で、この次ボールがちょっとだけ転がってもらいたいんですけど、これが実は結構難しいんですよね。このボールの出具合、何もしなかったら全然こう動かないんですけど、で、さらにつま先でこうやってチョンって蹴っちゃうと行き過ぎちゃったりして、この加減が難しかったと思うんですよね。なんでちょっとこれの加減の仕方、やりやすいやり方があります。ちょっと真似してみてください。あ、いきますぜ。こうしてこの時に実はこの皆さんに正面からは見えないことをやってます。何をやってるかっていうと、この軸足の下にある方の足にちょっとだけボールを乗せてます。あとラップにしよっかな、するかな、しないかな。この引きつけて軸を入れ替えたら、この時ちょこっとだけ小指、こっちの軸足の小指に引きつけた後ちょっとだけ乗せてます。僕は小指ちょうど真上ぐらいかなまで乗せる。で、この親指とかまで行きすぎると乗りすぎて転がりすぎちゃうので、小指真上ぐらい、僕はちょっとこの加減に関してはそれぞれ探してみてください。小指真上まで乗せて落としてあげるとちょうどいい速度で転がってくれるので、この後の動き、取りに行く動きがやりやすくなります。おっしゃ、じゃあラスト6個目。6個目のグラウンドムーブはこれです。1、2、3、4、5、6、7、8。フットサルとかサッカーやってた人ってなんかこういうパス出すと見せかけて止めるみたいなやつ見たことないですか？なんか最近
僕らフットサルめっちゃハマってるんですけども、これやってくる人めっちゃいるんですよ。でもこれ結構普通にかっこよくできるので、採用しました。やり方を説明します。足の上、あ、ボールの上に足を置いて、アウトサイド側、こっち側にずらします。2、3、1、1まで行ったらボールをこう蹴るんじゃなくて、そのまま引っ掛けて持ってくる。5つ目のグラウンドムーブのこの引っ掛けて引きつけるのをアウトサイドでやります。1、2、3、いいですか。ここのラストの引きつけてから踏む、引きつけて踏むがちょっと難しいんで、これに関してはちょっとだけ練習が必要です。で、ボールが1、ここから1、ここまでは転がってるようにこう回ってていいんですけど、理想は1、2、3までは途中までボールが回んないでずらすと結構それっぽくなります。行きは回って、帰りは回らない、行きは回って、帰りは回らない。止める瞬間にちょっとだけ、止める瞬間はアウトサイドからボールを、足をボールから離さずにそのまま転がすので、この分は回るんですけど、移動してる最中は回らないようにすると、それっぽくなります。ほい、じゃあこれもワンポイントアドバイス。この技も実は、4番目と5番目と一緒で結構しなやかに使ったりもしやすい技なんですけど、今回はまあラストのムーブだったんで、バッコンバッコン激しめにやりたいなと思ったので激しめにやってみました。で、激しめにやりたいなって思った時どうやってするかっていうと、この上半身暇してるじゃないですか。上半身何も動かしないと結構しなやか系なんですけど、このさっきの、何番目だっけな、3番目のやつと一緒で、この出した足の角度に合わせて体を倒してあげると結構激しくなります。出した瞬間、こっからアウトサイドでキャッチした瞬間にこの足の角度に合わせて体を反ってあげて、で戻しながら引きつけながら体も一緒に戻す、斜めに出して体を戻しながら、体を戻しながらまっすぐ正面にってすると結構激しくなります。ちょっと激しくないですか。体バンバン動かした方が楽しいぜって人はこっちをおすすめします。で、慣れてきたらもう目線外したりちょっと工夫してやってみてください。おっしゃ、どうですか。1個目から6個目まで全部できましたか。全部できた人はそれをもう綺麗に、最初の8は1番目のやつをやって、2番目のその次は2番目のやつやって、で順番にやんないで大丈夫です。結構もうこれは全部パン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 、もしくはパン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 ってなってるので、もうごっちゃ混ぜにして使ってもらって大丈夫なようになってます。なんで音楽に合わせてもう適当に自分ができるようになったムーブ何個かあると思うんですよ。3つ以上あれば十分楽しいです。じゃあ前半の3つ、ちょっとごちゃ混ぜにして一回やってみますね、適当に。どうなんだろう、できたから、なんか気持ちよさがあんま伝わってない気がするな。いかがでしたか、フリースタイルパークレッスンエピック校。一応こうしてね、ちょっとお店の一部を使わせてもらってるので、周りにもめちゃくちゃおしゃれな服とかめっちゃ並んでる状態でのトレーニングになるので、できるだけこう激しくないやつで、あとしかもフリースタイルやったことない人でもとっつきやすいような、できるだけスキルいらないような技とかをやっていきたいなっていうふうに思いますんで、よかったらチャンネル登録とベルボタンを押してもらって、あと高評価とコメントもついでに書いてもらって、よろしくお願いします。よし、じゃあ、次回、ドラゴンフライングケビンアラウンドザワールド講座で